はい、私どもで行っておりますですね、社員さんの分の、給与・賞与最適化支援サービスなんですけれども、まあ、こういったことをですね、今後、まあ、中小企業の経営者の方がお考えいただきたいなという、まあ、理由いくつかあるんですけれども、一つは、まあ、社会保険料の現状ですね、毎年も確実に上がっていっていると、いうことですね。で、少なくとも平成29年9月までは厚生年金保険料が毎年上昇することがもうすでに確定しています。で、まあ、その社会保険料負担というのはですね、原則労使折半負担ですからね、まあ、企業負担はどんどん増えていくということです。で、社員さんの手取りもですね、まあ、給料が同じ額であればですね、毎年減っていくということになります。そういった意味で、まあ、会社の利益を圧迫するということと、それから、社員さんの手取りが減っていく、ということで、まあ、何らかのですね、手を打つ必要があるなということです。で、社会保険の保険料がかかる仕組み、というものをですね、最大限にうまく活用してですね、そういったマイナスの要素をですね、できるだけ緩めていくということができるのであればですね、ぜひ早めにですね、導入いただければ良いのではないかなと思っております。